なかなかお待たせしました。ありがとうございます。今日およそ半年ぶりに営業を再開したどんたく穴水店。午前9時のオープン前には再開を待ちわびた買い物客およそ100人が列を作りました。穴水店は元日の地震で天井が落下するなど大きな被害があり、復旧に時間がかかりましたが、これでどんたくはすべての店舗での営業再開となりました。でやっとオープンしてくれたなっていう思いです。お魚とかお肉とか新鮮な野菜とか買いたいなと思います。再オープンの日を、迎えることができまして大変嬉しく思っております。まずは地元の商品をできるだけたくさん扱ってお客様に提供していきたいと考えております。店内では今日マグロの解体ショーも行われ営業再開を盛り上げていました。